城里地区では平成18年から平成22年までの第一期より一貫して地域福祉活動を続けてきました。そして城里地区では第一期を地域福祉活動の黎明期、第二期を地域福祉活動の成長期、第三期を地域福祉活動の発展期と位置づけています。そして第四期は地域福祉活動の成熟期として、コロナ禍ではありますが成果を実感できる活動を展開しています。さて、助け合う町城里推進計画は地区推進委員19名とサポートスタッフ20名の合計39名が3つの分科会を構成して進めています。それぞれの分科会では次のような取り組みを行っています。地域活性化分科会では地区内の福祉ボランティアグループの活動支援、地域で活動する団体の交流を促進するなど顔の見える関係づくり、健やかに暮らせるための健康づくりの推進、地域活動の担い手となる人材の確保などに取り組んでいます。子育て分科会では子育てサロンの開催頻度の向上など子育て環境の充実を図り、たまり場子机や城里地区放課後プラザなど子どもの居場所づくり活動の支援、地域活動の担い手となる人材の確保などに取り組んでいます。見守り分科会では高齢者・障害者などの理解を深めるための勉強会を開催、見守りネットワーク活動を進める地域支え合い連絡会の活動の支援、地域活動の担い手となる人材の確保などに取り組んでいます。毎回活発な意見が交わされる助け合う町城里の会議をちょっと覗いてみましょう。今年度第3回目の助け合う町城里の推進会、縮小会議ですが、始めたいと思います。どうぞ一つよろしくお願いします。高齢者の訪問介護ですか、やっておりますよね。これで私ちょっと驚いたのは、私が民生やってる頃はね、自分の区域で5件ぐらいしか、なかったんですよ。ところが、今度私も訪問される立場だったんですけれど、なんか聞くと30件ぐらい自分の地区で、急速に高齢化が進んでいるということで、高齢者の方が高齢者の方を介護しながら生活されている。たまり場さんが小学校4年生から6年生対象なんですね。で、子育てサロンは未就園児さんで、そうするとその小学校上がって1年生から3年生のお子さんに対するそういう集まる場所がないんですね。今年はパラリンピックがやっぱり開かれて、多くの方がパラリンピックから勇気をいただいて、世の中の関心も増えてきたので、障害者のところで知っていただくという機会を設けられたらいいかなというふうに思っております。認知症サポーター養成講座という名目で、認知症のキャラバンメンさんに前にお願いしたんですけども、去年はできなかったんですけど、その前までは5年生視聴症両方の5年生に対してやったんですよ。向こう側に降りてもで、こっちへ降りても要するに買い物して荷物持っていくのは大変と、買い物難民ですかね。買い物ができないっていうことと、それが直接食事が取れないっていうことになっちゃうんだなっていうのがよく分かりましたので。地域にはさまざまな問題があります。これをどのように吸い上げ、どのように解決していくのか、城里地区の取り組みについてお話を伺ってみましょう。基本的に私のスタンスは、区や社協やケアプランがやりたいことをみんながあ、そうだねって納得してくれるように進めていく、なんですよ。住みやすい地域にするってのはやっぱり地域に住んでる人たちに還元される利益じゃないですか。だからそれのためにどんなことをやったらいいのかっていうのはね、やっぱり地域の人が考えなくちゃいけないから、みんな活動に、参加してくれる。このエリアで何が困りごとがあるんだろうっていうのを解決していく形なのかなって私は思うんですけど、吸い上げる、
仕組みですよ、はい、だから支え合って、このエリアで支え合った活動をしていくってことで、地域のだからお年寄りとか子育てと関係なく、何を生活をしていくときに困ってますかみたいな形のを吸い上げていって、それをじゃあどうしようっていう形の活動をしているのかなと思うんですね、うん、この町に必要なこうあるといいよねっていうことをいつも長けかけながら、その町に住んでいる人が自分たちのものとしてで、その上げていく、で活動していく、でそういう姿じゃないかと思うんだよね。そのために城里地区では具体的にどのような取り組みを行っているのでしょうか。活動のポイントとしてですね、やっぱりその活動の内容が分かるように、こんなシートをですね使ってやってます。でこの中身は実施目標と計画、それからその実績がどんなふうにできたか、でそれを進める上での課題等が整理できるようになってます。これ第3期の最終の振り返りなんですよ。でこれがまとまってきた時点で、じゃあ第4期に向けてどうしましょうかねってこういう話になるわけですね。それでまず分科会でじゃあその第3期までの活動を踏まえて第4期にやりたいものは何なんだっていうことを分科会でこう やったわけですね。で分科会でじゃあこれとこれとこれだよねということで、分科会で上がってきたものを全大会でそれぞれ、まあ、こういう形にしましょうというふうに整理した。でその整理した結果を住民に投げたんですよ、ええ、住民に投げた。いやこんなことで素案を作って、素案ができましたんで皆さんこれ見てくださいと、でどうですかと、それでアンケートをもらったんです。でそのアンケートの結果がこれなんです。でアンケートに基づいてさらにその計画をブラッシュアップして、それで今の大体今日ほぼ確定したんだけど、ああいう形に収まったんですね。でそれはまさにこの地域の皆さんの発案と、それからサポートスタッフの皆さんの協力があって、そこまで出来上がってきた。だから4期の目標設定にあたってのプロセスが城里は他の地域と違ってたということがあるんだろうなと、こう思うんですね、うん、活動がうまくいっているポイントの2つ目はですね、サポートスタッフである区役所、区社協、ケープラ、この皆さんが非常に協力的でやっていただいているということが一つの特徴だと思います。3つ目のポイントとしては、この活動の中からさまざまなボランティアが生まれてきた。例えばふれあいの会とか家事支援のグループとかですね、高齢者向けの居場所づくりとか、この活動をすることによって生まれてきて現在も活動が継続しているというところが3つ目のポイントだと思います。それではすみません、長時間にわたってご協力ありがとうございました。じゃあこれで終わりにします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。